森を抜けられると思うんじゃないよ。よし、ここを抜ければ出口だ。やった、森を抜けたぞ。ちょっと待って、チョッパーとキャロットがいない。おーい、ルフィー、ルフィー、キャロット、どこ。その辺に鏡の破片が落ちてるはずだ。探してくれ。あった、見ろ、あいつら鏡の中にいるぞ。チョッパ、キャロット、大丈夫？森にいたブリュレってやつに鏡の中に入れられちゃったんだ。でも大丈夫だ。どっちにしろ外から助けてもらえる場所じゃない。先に進んで。ノワ！心配しないで、私たちはヘッキャー。不安しかないわ。そこから出てこれないの？なんとかするよ。サンジを連れ戻したらまたこの鏡に話しかけ。あー！あ！割れた。あいつらのことは心配だけど仕方ねえ。俺たちでサンジを探しに行こう。やったな。オーダー受けたまわりました。まだごねているのか、我が息子よ。気安く呼ぶな。俺に親がいるとしてもお前じゃねえよ。いや、私の血がお前にも流れている。お前はジェルマ王国の第三王子だ。我がヴィンス・モーク家がビッグマムと手を組めば絶大な力が手に入る。それにはシャーロット家と血縁を結ぶのが条件だが、大切な息子たちをあのイカれたババアのところにはやれん。そこで思い出したんだ、もう一人出来損ないがいたと。サンジ、お前は生贄、息子だなんてみじんも思っちゃいない。お前が海賊をやってると聞いた時、出来損ないのお前も少しはマシに成長したかと思ったが。相変わらずでがっかりだな、ヴィンス・モーク家の恥さらしが。それに所属することが俺にとっての恥なんだよ。お前たちの全てが俺の思想に反する。やれやれ、それはこの男の影響か、サンジ。イーストブルーのバラティエ、こいつの店にいたそうだな。え？
まあお前が言うことを聞かなかった最悪の場合はそいつの首が飛んでもいいのかなどと脅しを使うのは抵抗せず仲間を諦め結婚を受け入れろ。それで全てが丸く収まる。しかしまだのたれ死んでなかったとはな。落ちこぼれのくせして悪運だけは強えようだ。うるせえ。おかえり、サンジ。我らがビンスモーク家。楽しみだな、またお前と暮らせるなんて。そうだ、また昔みたいに遊んでやるよ、出来損ない。ああ、望むところだ。来いよ、クズども、相手してやる。俺たちのヒエラルキー、今一度確認しておかねえとな、ザンジ。ヒエラルキーとか言ってる時点で話にならねえんだよ。そこないにやられる気分はどうだ、クソ野郎。Oh!
エポールコートレットセル。ニュートンシャッター。トリエ